まあ本当よくバカな男が言うじゃん、離れて気づいたよお前の大切さがって。なんか今寸劇が始まって皆さんこんにちは、ちえです。たかしです。今日はですねこちら、はい、私たちの大好きな守護神スキンケアブランドドモホルンリングルが新しくなって進化しました。ドモホルンリングルね、またかよっていうふうに思われる方もいるかもしれないですけど もう今回はね、そんじょそこらのリニューアルじゃないから、じゃない、本当に進化したんだから。で、私たちはこのね、新しくなったドモホルンリングルをじっくり1ヶ月超えか、ね、うん、試してみましたので、気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。で、まずね、今回何が新しくなったかというと、パッケージが新しくなりました。ロゴっていうのかな、フォントとかがちょっとね、今っぽくなったよね。シャレオツやね。そうそうそう、このね、パッケージ私は気に入ってます。僕も気に入ってます。で、問題はね、中身ですよ。パッケージはどうでもいいの、どうでもよくないけど、どうでもよくないけど、やっぱり中身は気になりますよね。中身何リニューアルしたのかって話ですよ。中身でリニューアルしたのはこちらの基本のね4点でございます。その中でも発売以来ね、進化を続けているこちらですよ、クリーム20。日本でね、初めてスキンケアにコラーゲンを配合したパイオニアですよ。また今回進化しました。今回のこの子の進化っていうのは、うん、なんかもうドモホルンリンクルの開発者の人たちも、スタッフの方たちも、お客様対応のプリーザーの方たちも、使って、みんなにレビューしてる私たちも、もう、ありとあらゆるドモホルンリンクルの関係者の人たちの思いが報われる進化です。やっと声を大にして言える。この度、クリーム20。シミ予防、シワ改善を叶える商品として医薬部外品化にいたしました。いやもう言っていいんだね。いや、もう言っていいんだよ。シミ予防してくれるし、シワ改善してくれるんですよ。嬉しい、本当。俺の思いがようやく届けられる。満を持して真打ち登場っていう感じですよね。で、今回のね、うん、このリニューアルにたどり着くまでに5年かかったんだって。5年。そんなに労力と時間がかかってるのに、お値段は据え置き。そのまま。そう。だからちょっとコストとか大丈夫なのかなって思ってるんだけど、ドモホルンリンクルさんの思いとしてはお値段据え置きでやるそうですよ。やるんだって、すごいね。企業努力だよね。郵便はがきですら10円から60円にしれって上げてってるのに、ドモホルンリンクルは発売以来変わらないっていう。どんどん良くなってってる。しかもどんどん良くなってってるっていうのに、通信販売ならではの企業努力だよね。店舗を持たないっていう形で浮かしたお金をお客さんに還元してるっていう、本当にね、企業努力だなと私は思っております。高い高いって言われるけども、やっぱり表面上では分かんないものがあるんよね。ですかね。って言われても意味があるんですよ。本当ですよ。うん。ほんで中身です。中身です。中身ですよ。リニューアル前ももちろんね、自分たちが使ってこう、うん、肌の感覚とか、うん、満足度っていうのはさ、ぶち上げだったわけじゃない。ダン、うん、トツだったと思うんだけど、ね、今回ね、何が変わったかだよね。はい、すいません、脱線して医薬部外品化、うん、そこなんだ。だけじゃなくて、そう、何が変わったのか。そうそう、テンション上がりすぎてすいません。そういうことでございます、ね。細かく言うと分かりにくい。うちらも一回レクチャーしていただいたんだけども、もう一回ちょっと短く言ってくれるっていう感じがあったので、短く皆さんにね、端的に説明しようと思います。できる前のシミ、あとできた後のシワにアプローチできるようになった。え、前にアタックしても両方細胞レベルからそうそうそう、やっていこうっていうのが今回の進化です。意外とすごいんだよ、これ。だからか。そうなんですよ。できた後のシワにこう改善のアプローチができるようになったんだよね。
あ、1個だけしか持ってないからなんかこれだけみたいな感じになってんだけど、今回改善されたのはこの4点ということで、このさ、ドモールニンクルコラーゲン入ってるって言ったんだけど、今回勉強してすごい面白かったのが、ドモールニンクルってハモのコラーゲンが入ってんのよ。あのお魚のハモ、しかもタイの方に生息するハモらしいよ。なんか日本のハモとかじゃなくてもうでっかいハモらしくて、それの日に当たらないお腹の部分の良質なコラーゲンが一番いいっていう風に。じゃあいろんなコラーゲンを試したってこと？そうそう、いろんなコラーゲン試したんだって。じゃあハモが良くてなんでウナギがダメなんだって話でしょ。確かに。でも多分あれじゃない、こう肌に一番届きやすいっていうのがこうハモっていう風にたどり着いたんですよ多分。だから上質なのがそれが入ってるらしいね。でね、今回そのねコラーゲンをクリーム20には、これクリーム20これうんにはコラーゲンを小さい分子にしてこの肌の奥までね届けられるようにして入ってるのがこのクリーム20。ほんであえてね、そのコラーゲンを大きい形のまま配合して入ってるのがこの乳液ですよ。最後に蓋をする。そうだから、そのコラーゲンがさ入っていかないから、その肌でこう蓋をしてくれるの。それもコラーゲンで蓋をできるっていう。贅沢にね、ハモのコラーゲン使ってんね。そういうこと。じゃあこいつが内側から入ってくれて、そのコラーゲンがこう入ってくれて、で外側からそれをこいつが、そうよそうよ、だから蓋の代わりをしてくれて、ちゃんだからちゃんとあのちゃんと順番守ってやんないといけないよ。開発者の方の思いがあるから。これで最初蓋しちゃダメよ、入っていかないから。入っていかないってことだよね。そう、そのように考えられてコラーゲンも配合されております。まあ、ハモ以外にもその他にもパワーアップして取り入れるっていう漢方のね考え方が入ったドモホルンリンクルならではのね成分がいっぱい入っております。どんなの？いっぱいあんのよ。でも私が聞いてて、うん、へーって思ったのが、なんかね熊本になんかもうすんごい大きくなる、なんかこれぐらいからなんかバスケットボールぐらいにでかくなるような柑橘類で、うん、パンペイユっていう柑橘類があるらしいのよ。でそのね柑橘を小さい段階で取って、うん、で大きくなるっていうエネルギーをこう抽出して、うん、こう生命力に由来する成分をもらって今回この商品たちに入ってるようですよ。まだあんの。日光紅茶っていう香り高い紅茶をわざと虫に食わせてストレスを与えて、それに抗う生命力をもらった成分が入ってたりとか、あとピンピネラっていう、もうむちゃくちゃ紫外線が強いところに生えて咲いてる植物があるんだけれども、そのお花はもうむちゃくちゃ強い紫外線を浴びてても綺麗に咲くわけですよ。そういうね過酷な環境に咲くお花の生命力を生かした成分が入ってる。じゃあ過酷な仕事状況、労働状況で働いてる僕たちの肌にはすごく優しい。過酷。それに打ち勝つものがここに入ってるってことですね。そうですよ、現代社会のストレスに打ち勝つんです。ということですよね。そうなんです。私がね、あ、なんか面白いなって思ったものを代表して今紹介させていただいたんですけど、自然由来の力をパワーアップして取り入れるっていうこの漢方の考え方すごくいいなと思う、うん、ナチュラルとかオーガニックって今流行ってるって言ったらおかしいけど、すごくあいいなと思って飛びつくワードだったりするじゃない、うん、じゃあその漢方の考え方とオーガニックナチュラルっていうのは何が違うのっていうと、生姜みたいな感じ、生姜を刻んでお刺身の横につけて殺菌効果を期待するのがナチュラルオーガニックみたいな感じ。生姜を一緒に魚と煮込んで体ポカポカ効果っていうのを得ようとするのが漢方の考え方って感じ。ちょっと煮込むとさポカポカするっていう新たな力が出てくるじゃん。そういう引き出すっていうのが漢方の考え方みたい。なのでそうナチュラルとかオーガニックと何が違うのっていうと、そういう点かな。そう、例えば配合されている高麗人参の長白人参とかもそうなんだよね。人参のエキスをいろんな抽出方法でクリームに配合しているみたいです。だから抽出方法を変えてパワーアップさせてるってこと。え、なんでそんなにさ改良改良というかさ、すごいよね。すごいよね。お客さんにより良いものをっていう
あれですよね。すごくない？慢心しないのがすごいよね。慢心って合ってる、うん、大丈夫、満足しない、まだやり方があるだろうって進んでいく、うん、すごいなと思うねえ1ヶ月以上だけど使ってみましたが、いかがですか高橋さん、どうだった1ヶ月ね、うん、どういう風にリニューアルをされてどういうような効果が感じるかみたいなのは全く一切情報なしで、いきなり届いてきてこれ使ってみてっつって、で使ってみた、もうすぐもうなんこれっつって使えるな何が違ったからなんこれってなったの？まずね、つけた瞬間うわ浸透率50倍って思ったの。あ、浸透力が上がった、やべえって思ったの、うん、なんかもう肌の中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 のまで入ってるっていうような感じ。あ、なるほどね。それでやべえなって思って、うんうんうん、乾燥とかほうれい線とか小じわとかたるみが改善されて、なんか鬼瓦の顔からキューピーちゃんみたいな肌のこう質感とか、いやそんな鬼瓦ではなかったよいやいや俺からするとあれね、ドモールリンクだけ使ってるわけじゃないからね、スキンケアもね。そう、まだまだいろんなブランドのを使っていて、インターバルがあるからね、ドモホルンリンクルインターバルがあるから、そういう時に使うとやっぱ違うよね。私もなんかそこまですぐにわーばーって感じなかったんだけど、使ってるうちに、あ、なんだろうな、うん、その浸透力だね多分一番感じるのは、入ってく感じが前より短時間な感じがする。一応こうお手当て時間って決まってるんだよ、ドモホルンリンクルって1分ちょいね。そう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 、うん、なんだけどそれよりもちょっとね短時間で終わる気がするんだよね、入ってく感じね。そう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 、いや何よりさ肌のたるみが改善されてる感じがするほんとに張りがあることによってね。そう、張りがあることによってねつうか使わなかった時なんてもうなんか5倍ブスみたいな感じに思ったんだけどねもともとなんかそう使ってた時にさ、生徒さんとかに、あれ先生ってさって肌綺麗だよねってこう女性に言われるわけですよ、お、なんやっぱ分かるみたいな、ありがとうみたいな感じで思ったんだけど、まあ実際それをねこう使ってなかった時期もあるから、その使ってない時期の時にこうパソコンね、オンラインだからさ、パッと見た時自分の表情のこのたるみとさちょっと下向く感じそうそう黒ずんでる感じとさ、だから離れて気づいたの、うん、離れて気づいたの存在のデカさ、いや笑い事じゃなくてさそうだね、わかる。だからそうそう、ダンドモホルニンクルはたまにするね。いやもうほんとね、ドモ断食はする、あえてのね、うん、あえての全然その違うもんね、肌の感じが。マジでこれこれみたいな感じに思うわけですよ。でも私たちがどんなにこんなことを言ったとしても使ってみてもらわない限りにはね伝わらないと思うので、ぜひ皆さんも無料サンプル取り寄せてみてほしいなと思う。無料サンプルは大丈夫だから。そうね、無料でサンプルだから。でもね、多分ね、恐怖を感じてんの。無料。いろんな恐怖ある。無料で試しちゃったら、もう話せなくなっちゃったらどうしようって感じちゃう自分、いるっしょ、いるっしょ、絶対いるよ、もう。わかる。俺あるもんだって、そういうのめっちゃ、もう。ある。手放せなくなっちゃったらどうしよう。手放せない恐怖と、オンラインでこう見れない恐怖、あと買わせられるんじゃないかっていう恐怖、多分この3つぐらいあると思うんだけど、まずね買わされるっていう恐怖はね全然大丈夫です。売り込みはないです。そうそう、オンラインで注文してなんかアドバイスが欲しいですかっていうところのチェックがあるから、それをオンにしてるといかがでしたかっていうアドバイスっていうのはかかってくるんだけど、押し売りはない。触って見れないっていうのがあるから、うん、ネットショッピングの恐怖っていうのはあるかもしれないけど、まあそれはねしょうがない。だから私たちが今一生懸命伝えてます。これ伝わればいいなと思う。ネット販売だからこそ叶えられている値段とこの改善の進化だったりするから、 そこはうんしょうがないよね。であと手放せなくなる恐怖、これは我々もあるドモホル
ルリンクル断食をしているなんか初日とかはもうね、パパちゃんひどいからね、ママちゃんドールリンクルどこってドールリンクルがないけどどうすればいいみたいな。もうない時にはもうねできないし大変だよ。もうブスになっちゃうからね、5倍ブスになっちゃう、5倍ブス事件がもうこれから仕事やのにどうしようみたいな。いや、このどうしようっていうのも驚愕ではなくて、やっぱ仕事したりこう肌感が良かったりすると、あのなんつうの、楽しかったりウキウキしたり、うん、その一日がこうワクワクしたりとかっていう、なんかおちょっと今日もイケてるみたいな感じなんだけどそうじゃないと5倍ブスみたいな感じになるから俺は手放せないみたいな、自分の中幸せよね、こうでも幸せをこれで買えるって思ったら俺はめちゃくちゃ安いと思う。いやもう投資ですよ。いやめちゃくちゃ安いと投資です。あと我々2年間自分たちでも購入して買ってきてるけど、未来への投資ですよね完全に、うん、そうだね、肌投資いやもう肌投資だし、もう断然もうやっぱなんかねパッて心から全然違ってくるっていう。2年間、2年ってことは私今39だから37の時に出会ってるのか、ちょうど今の ね、 ね、年だよね。いや本当にね、あのもっと早くね出会いたかったなって私は思います。わかる。出なかったらなんかもっといいんだろうなっていうのがわかるから、その肌年齢がさ、なんだろう、止まることはないんだけれども、いい状態でキープできてる。もちろんね、あの人間だもの年は取りますよ。でもその自分のね、あの満足できるいい状態でキープできてるっていうのはすごい嬉しいから、なんか早めに使うと肌甘やかす説みたいなのあるじゃん、うん、全然使った方がいいと思うって私は思う。値段以上のメリットはめちゃくちゃあるよね。まあ本当よくバカな男が言うじゃん、離れて気づいたよお前の大切さがって。なんか今寸劇が始まってでね、この無料のサンプルですよ。これちっこいんだけど、ちゃんとねまるっと3日間使える太っ腹なサイズです。すごいよ、1回じゃないよ、3日間なんだけど。あ、違うよね、最初に使った時からね思うよね、うん、うん、もう最初のもうこうこう、あっていうおーあらこれやばいみたいな、わかる感じはね、うん、もう手と肌で、うん、感じると思う。そしてその心で感じるのあれ嬉しいかも俺コンプレックスだった自分の顔がちょっと好きになれるかもみたいな。コールセンターのカスタマーサービスのプリーザーの皆さんもすごく親切に、皆さんのねちゃんとデータを管理してくれてるから、今どういう悩みで肌と向き合ってこのスキンケアしてるのかっていうのとかも踏まえた上でアドバイスとかしてくれるから、肌に悩み、トラブル、そしてなんか気持ちがこう落ちちゃうみたいな、こうズドンみたいな感じの人は、まあ、使い方とかなんか量とかもあるのよね、この何番はどれぐらい使った方があなたはいいよって、うん、でそれで、まあ、どれぐらい使ったら自分はこう本当に肌が良くなるかっていうことを知ることもできるし、そういうコンプレックスがなくなったりとか辛さがなくなるんで、そういうメリットもね、さっきの値段の中のメリットとして入ってるから、肌荒れてたことも改善されたことで気持ちがっていう、そのすごい大きなところまで見て、うん、値段としては超いいな、安いなっていう風に感じているっていう。しかもリニューアルしたし、どんどん良くなってくんだもん、医薬部外品化したし、ママちゃんみたいにありがとう。何の話 やちょっと夫婦事情を最後挟んでしまう開発者の向上心も押せるし、みんなに還元しようっていう、そのカスタマーサービスの品質向上を常に図ってるっていうのも押せるし、そうだからこそ何年も一緒にお仕事したいなっていうふうに思っている会社さんで、みんなにもこうやって伝えているブランドなので、ぜひね、肌悩みがある方、何を使っても改善しないんだよっていう方、まあ、投資っていう金額にはなるかもしれないけど試してほしいなと思います。はい、はい、ということで今日は新しくリニューアルして進化した
ドモホルンリンクルの紹介をしていきました。サンプル使ってみたいなって思った方はぜひね下にリンクを貼っておくので覗きに行ってみてください。まずはねお試し朝夜3日間使ってみてください。もう継続してね使うことってやっぱり大事だから、3日間でうわ変わったみたいな感じの劇的ビフォーアフターはないかもしれないけれども、翌朝のあーっていう手応え、化粧のりが良かったりっていうのは感じると思うから、なんかこれから毎日使ったら肌がねどうやって変わっていくんだろうなっていう期待感っていうのは3日間でもね十分わかると思うので、ぜひぜひサンプル試してみてください。特にねこの季節肌のねカッサカサが気になっている方は試してみてほしいなと思う商品です。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日のレビューも何か皆さんの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。